皆さんこんにちは、キズナあかりです。本日は、ハンダ付けをしよう、第4回、ユーロコネクターを、お送りします。実は正式名称を知らないのですが、ヨーロピアンコネクターとか、ユーロコネクターとか、バナナコネクターとか、そういう風に呼ばれているコネクターです。ちなみに、小さい方が 2mm、大きい方が 4mm です。ラジコン飛行機だと、アンプとモーターの間によく使われているコネクターですね。早速やってみましょう。まずは、コードの飛膜を向きます。コードの太さは AWG10 です。えい。簡単ですね。飛膜を向いたコードをサポート台に取り付けて、予備ハンダをします。4mm のコネクターに AWG10 のコードは、かなりギリギリの太さです。事前に、コードがコネクターにちゃんと入るか、入念にチェックしましょう。導線は、本当はねじらない方がいいです。しかし、ねじらないと入らないなら、ねじるしかありません。予想よりギリギリの太さで、ちょっと不安ですね。フラックスを塗ります。この太さになると塗った方が楽です。小手先は、前回から引き続き 4C 型です。設定温度は 340°C。 小手でコードに触れて、ハンダをコードと小手の間に供給します。ハンダを供給しすぎると、コードが太ってコネクターに入らなくなるので、注意して進めます。コードをねじったのが原因で、いまいち、ハンダがコードに染み込みません。これがコードをねじらない方が良い理由です。このくらいでいいでしょう。コードがコネクターに入るか、再度試します。途中で止まりますが、この程度なら、ハンダが溶ければ入るでしょう。いえ、入ることを祈りましょう。次は、コネクターに予備ハンダをします。コネクターをよく見ると、横に穴が開いています。この穴を、横か、横よりやや下に向けて、サポート台に取り付けます。ハンダごてですが、小手先を変えます。今回使用する小手先は、太くて先が尖っているものです。B 型とか呼ばれるタイプですね。この小手先で、コネクターの横の穴に刺す感じで使用します。では、フラックスを塗りましょう。コネクターに予備ハンダをします。コネクターの横の穴に小手先を刺して、コネクターの内側に出てきた小手先にハンダを供給します。後からハンダを供給できないので、結構多めがおすすめです。このくらいでいいでしょう。では、コードをハンダ付けしましょう。ハンダ小手は、今回も横の穴から差し込みます。その状態で、コードもコネクターに差し込みます。そして、コードのハンダが溶けるまで待ちます。結構時間がかかりますよ。コネクターのハンダは溶けていますが、コードは未だ溶けていません。コードのハンダも溶けましたね。そうしたら、小手が邪魔で、コードが奥まで入らないので、小手を穴から抜きます。数秒待つと、ハンダが固まります。どうでしょうか？良さそうですね。
最後にシュリンクチューブをヒートガンでシュリンクして完成です。次に 2mm のユーロコネクターもハンダ付けしてみましょう。使用するコードは AWG24。 早速皮膜を剥きます。 A 癖でフラックスを塗っていますが、細いコードの場合はなくても平気です。小手先は 4C 型、温度は 340°C です。はい、これでいいでしょう。次にコネクターの予備ハンダをします。この 2mm コネクターですが、先ほどの 4mm と違って横に穴がありません。なので小手先は引き続き 4C 型を使用します。コネクターに穴がない場合、小手でコネクターの側面に触れます。大型のコネクターだとこれでは熱の伝導が不足しますが、このような小型のものであれば問題ありません。コードのハンダ付けも同じようにコネクターの側面に触れて行います。ここまで作業して気がついたのですが、このコネクターにもちゃんと横に穴がありますね。なぜ最初に気がつかなかったのか不明です。まあいいでしょう。最後にヒートガンでシュリンクチューブをシュリンクして完成です。はい、良さそうですね。さて、4回にわたりハンダ付けを行ってみましたが、いかがだったでしょうか。ハンダ付け自体は腕も関係ありますが、コードやコネクターのハンダ付けに限って言えばほぼ道具です。うまくいかない人は使用している小手とハンダの見直しをおすすめします。ハンダが溶けないとか、コネクターが溶けるとか、そのあたりの悩みとは無縁になるでしょう。次回はこれです。サーボコネクターの作り方をお送りする予定です。次回も見たい方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃ、またね。